浮島智子君。委員長、おはようございます。公明党の浮島智子です。本日は質問の機会をいただき、心から御礼を申し上げさせていただきたいと思います。大変にありがとうございます。また菅内閣の発足に伴いまして、留任なさった萩生田大臣には、昨年の9月12、11日ご就任以来、文部科学行政に本当にご尽力をいただき、もう全力投球をしていただき、着実に成果を上げてこられましたことに、まず御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。これからも公明党といたしまして、しっかりと大臣と連携を取り、対話をし、そして意見交換をしながら、大切な子どもたちのため、未来のための政策、これを着実に実現してまいりたいと思っておりますので、どうか引き続きよろしくお願い申し上げます。で、まずはじめに、私はこれまで1年前から昨年の10月30日、そして本年の3月6日に2度にわたって、このわいせつ教師を二度と教壇に立たさないための教員免許法改正について取り上げてまいりました。で、文科省は次の通常国会にわいせつ教師を教壇に立たせないための教員免許法改正案を提出すると予定と伺っております。で、去る7月22日の閉会中審査における、私と同じくこの問題に長く取り組んでおられる自民党の池田義孝議員の質疑をきっかけに、わいせつ教師を教壇から追放すべきとの報道は日々メディアにあふれているところでございます。それはなぜか、多くの国民が文科省の方針に不安を持っているからだと私は思います。例えば8月31日の夜には、文科省は、わいせつ教諭で懲戒処分を受けたものの、教員免許の再交付までの期間を3年から5年に延長するための教員免許法改正案の次期通常国会に提出すると突然報じられました。しかし、性犯罪者の治療が専門の筑波大学の原田隆之教授は、教員免許法の改正で、再交付までの期間を3年から5年に延長する案を文科省が検討していることについて、科学的根拠にかなり疑問がある、5年を経過したら大丈夫というデータがあるなら検討する余地もあるが、この問題は5年でどうにかなるというものではないと明言されております。この小児性愛障害の問題に取り組んでいるカウンセラーの斉藤昭雄氏は、教員が一度でも子どもに対するわいせつ事件を起こしたら、再び子どもと接する職に就かせないことが大原則、子どものいる環境から遠ざけ、治療につなげる仕組みを作ることが重要とおっしゃられています。全くその通りで、国民が感じている不安はここにあると私は思います。この3年から5年に延長する案は、何の説明もなく、突然報道がなされ、私のところにも戸惑いの連絡がたくさん入ってきております。国民に大きな負担を抱かせたことは、文科省は反省すべきだと私は思います。で、また、本年の9月15日に浅田局長は、懲戒処分を理由に、免許取り消しになった事実の官報情報の閲覧期間を、3年から40年に延長することを公表いたしました。しかし、現在の官報には、懲戒処分により、免許状が失効、または取り上げられたことは書かれていても、わいせつ行為による懲戒処分を受けたということは記載されていないため、本人がわいせつ行為ではないと虚偽の申告をしたら、わいせつ行為により懲戒処分を受けたかどうか特定もできません。わいせつ教師が教員免許を持っていると、先ほども少しお話ありましたけれども、学習塾や学童、そしてスポーツクラブなど学校以外における子どもたちと接する仕事に優先的に採用もされてしまいます。このような重大な課題もあり、これは根本的な対策には全くなっていないと私は思います。7月22日、自民党の池田義孝議員も指摘をされていましたけれども、この問題について医師や弁護士といった他の職業資格との関係で、わいせつ教師を二度と教壇に立たせなくすることは難しいとの指摘もありますけれども、私は全く理解できません。子どもの精神や身体の自由と、わいせつ教師の職業の選択の自由、どちらかを優先すべきかは、論じるまでこともなく、池田議員がおっしゃったとおりだと私は思います。また、萩生田大臣も、われわれは医師や弁護士については自由に選ぶことができますが、子どもや保護者は教師を自由に選ぶことはできないと、その時も答弁なさっております。わいせつ行為を繰り返す小児性愛障害や、性依存症の可能性が高い教師については、教壇に立たせないようにして、子どもたちから引き離し、むしろ継続した支援と回復が必要ではないでしょうか。そこで大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、
教員免許制度において、わいせつ行為を繰り返し、小児性愛障害や性依存症と考えられる人については、大人として子どもたちを徹底的に守ることはもちろんのこと、本人のためにも二度と教団に立たせないような仕組みにするべきです。それが国民の常識にほかならないと思います。このような内容の教員免許法改正案を次期通常国会に提出なされるのでしょうか。しかし、もしそのような仕組みを教員免許法に規定できないとするならば、その理由は何でしょうか。国会に提出することに難色を示している方がいらっしゃるのでしょうか。文科大臣のお考えを、そして子どもたちを守り抜く決意、現在何がアイロンになっているかについてご説明をお願いします。萩生田文科大臣。子どもたちを守り育てる立場にある教師が児童生徒等に対してわいせつ行為を行うようなことは断じてあってはならないと思っております。特に義務教育の公立学校では児童生徒や保護者が教師を自由に選ぶことはできず、国として子どもたちを守るための仕組みを講ずる必要があると考えています。このため文部科学省としては、教育職員免許法の改正を念頭に、医師、精神保健福祉士などの専門家の方々からもご意見を拝聴しつつ検討し、現在内閣法制局との相談を重ねているところです。浮島先生におかれましては、この間長い間ですね、この問題を正しく指摘をしていただいて、もう何としても子どもたちを守るという決意を共有していただいていることに感謝申し上げたいと思います。その立場からすると、一体いつまでこの時間がかかるんだという苛立ちを感じていらっしゃることも私も理解できます。現在児童生徒等に対してわいせつ行為を行う、繰り返す者がですね、二度と教壇に立つことができないようにしたいという思いは私も全く同じでございまして、法制的には懲役刑の場合でも刑法の規定により刑の執行後10年で刑が消滅するとの均衡が求められているなどの課題がありまして、こういったことを現在法制局との調整を続けているというのが実は時間がかかっている正直なところでございます。極論申し上げれば、殺人犯であってもその刑が消えるという日本の法システムの中で、わいせつ教員だけが二度と教壇に立てない仕組みがどうやったら作れるかということで頭を痛めているというのは正直なところでございまして、しかしながら、先ほど冒頭申し上げたように特に公立の学校の場合は全く選べないわけですから、ですからそういう意味では何か違うアプローチが必要だということで担当局も努力をしていることはぜひご理解いただきたいと思います。またですね、この問題は世間一般にも非常に注目度が高く、メディアの皆さんもいろんな意味で報道していただくのはありがたいんですけれど、8月末の3年を5年にっていうのは、私も記者会見ではっきり申し上げてますけど、私自身も報道を見てびっくりしてですね、これなんだっていう、こういうやり取りがございました。文科省として小手先で何かけりをつけようなんてことは全く考えてませんで、いくつもいろんなことを総合的に検討してたうちの一つが、この3年5年を使うことによって他のものとの組み合わせでさらに強化ができるということを省内で検討しているものが、どういうわけかメディアの皆さんにその部分だけが漏れてですね、そういう報道になったことでかえって国民の皆さんに誤解を与えたんだと思いますので、これは情報管理について省としてもしっかり対応していきたいと思っております。私自身3年を5年にして済ませる問題ではありません。それから40年の履歴が見れるというのはある意味ではスタートとしてはですね、有効性もあると私は理解をしてます。で、確かにその中に処分歴が明確に懲戒処分で、しかしなおかつわいせつ行為をしたかしないかということはその履歴を見る限りでは分からないんですけれど、これが出来上がったことによりまして、全国の言うならば任命権者の皆さんがお互いに意識を高めていただきましたので、今まではなんとなく紹介があったとしてもですね、教育委員会同士で言いづらかったことが、このわいせつに関してはちゃんとやっぱり伝えていこうということになりつつありますので、そういう効果は今後また期待をしたいと思います。それから今文部科学省としては、教職員を目指す皆さんの履歴書については、これ市販に売っている履歴書でもいいし、ひな形が特別決まってないんですけれど、私現場に指示してますのは、懲戒処分歴があるかないか、そしてわいせつ行為で指導を受けたことがあるかないか、こういったことをですね、懲罰の別に書き込むようなフォーマットを作って、教職員や子どもたちと接する職員を目指す以上は、その履歴書できちんと申請をしてもらうようなことも含めてですね、
総合的にやっぱり囲い込んでいかなきゃならないと思います。法案提出の決意はいささかもぶれておりませんし、変わらないんですけれど、ご指摘のように内閣法制局との調整を整えなくてはならないという課題がございますので、閣法を出す以上はですね、その辺の法の整理をしっかりして、そして将来に後悔をしない、そういう法律を皆さんにご審議いただくように、引き続き全力で努力をさせていただくことを改めてお約束したいと思います。福島智子君。力強い大臣の決意をありがとうございます。で、課題もたくさんあるということも承知をしております。でも大臣の所信にもより厳しく見直すべくとおっしゃっていただいておりますけれども、今の決してぶれてはいないという答弁でございましたので、しっかりと子どもたちを守るという観点から法改正に挑んでいただきたいと思います。で、またもう一点お願いをさせていただきたいのは、今大臣もおっしゃっておりましたけれども、大臣もご存知でないことが報道に出るということは、本当にこれは有識問題だと私は思います。徹底した情報管理、よろしくお願いいたします。で、この問題は引き続きしっかりと私も取り組んでまいりますので、大臣におかれましても、どうか事務方に任せるのではなくて、引き続き大臣が先頭に立ってお取り組みをいただくように、再度お願いをさせていただきたいと思います。それでは次に文化芸術に対する支援の充実についてお伺いをさせていただきたいと思います。で、菅総理は今週の11月10日に本年度の第3次となる補正予算編成を指示なされました。また新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止にとって大事なのは、国民が諦めないこと、ニューノーマルの生活を継続する意思を失わないこと、そのためにも人々の心にゆとりと豊かさが必要だと私は思っております。文化芸術は決して贅沢品ではありません。尊厳ある生活にとってなくてはならない必需品だと私は思っております。文化芸術への支援は行政の縦割りを排除し、政府総がかりで行わなければならないことです。経産省はコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、いわゆる J ロットライブの補助金を二次補正に878億円盛り込んで支援を行ってくださっています。主要な団体、文化団体200以上の参加により結成された緊急事態文化芸術ネットワーク、これ代表お世話人は野田秀樹さんがやっていただいておりますけれども、そこの5月の緊急の調査では、16団体の5月末までの公演に関する中止、延期、純損失は160億円上に上っている。また J ロットライブ補助金を活用してさえ、調査対象の15公演のうち収支予測が赤字になる公演が13公演を占めており、1回の公演で最大9400万の赤字と試算がなされています。こうした中にあっても、 J ロットライブは文化芸術関係者の間にとってまさに生命線であります。これによって雇用を維持し、そして観客と社会に活力を与える各種イベントを続けてこられました。しかし、予算の消化率は10月の26日時点で 46% となり、今年度中、または次年度の早々には消化しきることが予想されています。たくさんの文化芸術団体の方から私のところに、どうか文化芸術団体を守るため、春からも同等の支援を継続できるように、大幅な予算の積み増しを求めるという切実なお声がたくさん届いております。そこで経産省にお願い、伺いたいんですけれども、この J ロットライブ補助金の現在の執行状況を踏まえて、第3次補正予算や来年度の予算におきまして、この補助事業の拡充を図るべきと思いますけれども、ご見解をお聞かせ願いたいと思います。はい、経済産業省、小笠原大臣官房審議官。お答えを申し上げます。今先生ご指摘になりましたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、イベントへの自粛要請等の影響により、文化芸術分野の公演の通常開催は難しく、大変苦しい状況にあるというふうに認識をしております。で、こうした状況を受け、ご指摘の J ロードライブ補助金において、国内で音楽から演劇などのライブ公演、それからこうした公演を海外に発信するためのプロモーション実施を支援をしております。いずれにとしましても、今ご指摘のような、補助金を取り巻く状況については、もう刻一刻と変化をしています、変化をしていると認識しております。今後とも、事業者の皆様の状況を丁寧に把握し、J ロットライブ補助金の運用の改善をはじめとする対策を、スピード感を持って行えるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。福島智子君。ありがとうございます。今ご答弁の中に丁寧に、そしてスピード感を持ってという言葉をいただきました。
ぜひスピード感を持ってこの文化芸術団体にとってJ ロットライブはまさしく生命線でございますので、ご支援をしていただきたいと、お願いをさせていただきたいと思います。で、先日野田秀樹代表の方からもお話を伺ったんですけれども、久しぶりに舞台を開くということで、もう不安でたまらなかったとおっしゃってました。そして舞台が幕が開いて、舞台上から観客の客席を見ていたら、だん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 劇場自体が呼吸をしてきて、劇場自体が鼓動しているのを感じたと。舞台からお客さんを見てて、お客さんがどん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 こう元気になっていく様子が見えたと。だから本当にここまで頑張ってよかったというお話もいただきました。こうして演じる側も大変ですけれども、来られる方々もそれを楽しみに来られると思いますので、どうか文化を守るという観点から、この J ロットライブの継続、そして予算の積み増し、再度お願いをさせていただきたいと思います。で、次に文化芸術活動に対する支援の充実を大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。今、子どもたちを取り巻く環境、このコロナ禍においてさまざまなことがキャンセルになり、家にずっといる、そして学校公演等々もキャンセルがなされたということが現実でございます。で、子どもたちの心を豊かにしていく、このウィズコロナで明らかになったことは、オンラインやバーチャルの可能性の限界だと私は思っております。学校に行けない状況の中、オンラインは学びを継続したり、学校ではなかなか出会えなかった人や情報に接したりする上で大きな効果は発揮をいたします。しかし、人の心を感動させ豊かにできるのは、やはり人の本物の実体験に他ならないと私は思っております。コロナ禍において学校公演もなくなったり、いろんな体験がなくなっていく、そんな中で体験活動とオンライン等は私は車の両輪だと思っています。子どもたちがさまざまな体験活用していくことは極めて重要。そこで子どもたちにこの文化芸術の力で夢と感動を与え、心を揺さぶり、人の力、絆の素晴らしさに気づかせ、子どもたちの健全な心身の成長を図るため、18歳以下の子どもたちが地域の中核となる劇場、能楽堂や音楽堂等で行われず、実演芸術を無料で鑑賞できる仕組みを第三次補正予算等も活用して速やかに構築すべきだと思いますけれども、大臣のご見解をお伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。国難とも呼ぶべき現状において、人の心を癒し勇気づける文化や芸術の力が必要であり、生じている課題に応じた支援策を講じることが必要であると考えております。ご指摘のとおりですね、文化芸術による創造性豊かな子どもの育成は非常に重要なものと考え、文部科学省ではコロナ禍における子どもたちの文化芸術活動の支援として、劇場、音楽堂等での子どもたちの実演芸術の鑑賞体験機会の充実をはじめ、令和3年度概算要求において倍増に近い額を計上しているところであります。学校での生の演劇や音楽を見させてあげるべきだ、先生がですね、文科政務次官時代に提案されて、それが本当に学校で実現するようになって、子どもたちの文化に接する機会、また感性というのが変わってきたと思います。この日を消すことなくですね、学校が無理ならば市内のそういった施設に順番にみんなが出かけていってでも、私は文化鑑賞を続けるべきだと思っておりまして、引き続き予算の必要な予算の確保をしっかりしながらですね、これ仕組みは一律になかなかできないと思います。各自治体も知恵を出してもらわないといけないと思います。その会場まで行くバスなどがないと移動ができない子どもたちもいると思うので、さまざまな国の施策と組み合わせをしていただいて、知恵を出していただいてですね、何としても子どもたちが生の文化に触れる機会、絶やすことなく努力をしていきたいと思います。福島智子君。ぜひともよろしくお願い申し上げさせていただきたいと思います。またこのコロナ禍における匠の技をしっかりと守っていかなければならないと思います。先日、能楽堂の方々より現場の声をいただきました。伝統文化に欠かせない用具や材料、例えば鼓の革、これは江戸時代から続く革の問屋さんがあったそうですけれども、このコロナ禍で制作から撤退してしまったと。そして鼓の革や麻の加工など、我が国の伝統文化の技の存続が危うくなっているとのことでございました。能実演家、そして工芸作家、修理技術者の人材育成などへの支援、および技を担う匠の育成や用具、原材料、生産者などへの支援の充実、これも急務であります。
また、危機的な状況にある邦楽について、演奏者、愛好家の拡大、邦楽器、制作技術の継承のための取り組みを推進することも不可欠であります。でさらに、この文化芸術の支援は、先ほど経産省からもお話ありましたけれども、省庁縦割りを打破し、政府が一体となって行わなければならないと私は思っております。大臣の所信にも、関係省庁とも連携して、持てる力のすべてを尽くしてまいる所存です。スポーツおよび文化芸術の振興は、我が国の未来を切り開く取り組みの中核であり、このコロナ禍においても、決して歩みを止めることが許されないものです。また、甚大なスポーツを受けて、影響を受けているスポーツ文化芸術活動の支援も、全力で取り組んでいかなければなりませんという力強い所信がございました。また、GoTo イベント等もあります。この経産省、そして各関係省庁としっかり連携をして、二次補正予算計上した文化芸術活動への緊急総合パッケージなどのさらなる拡充を図っていく、活用を図っていく、こういうことも進めていかなければなりません。この3点について、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。萩生田大臣。まず伝統文化を支える人材の育成を支援をし、技の確実な伝承を図っていかなくてはならないと思っております。また、文化財の保存修理に必要な技術と用具、原材料の維持、確保について、その存続や入手が困難になっていると承知をしておりまして、用具、原材料の実態把握と生産者への着実な支援等に持続的に取り組んでまいりたいと思っております。逆に言うと、このコロナの機会がなかったら、こういうことを気づかないまんま、ある日突然、なくなっていたということになったのかもしれないんで、このピンチを文化庁としてはチャンスに変えてですね、しっかり持続的な支援ができる体制をこの機会に作ってまいりたいと思います。さらに伝統芸能の基盤である邦楽につきまして、コロナ禍で発表の機会が皆無となった影響などもあり、その継承が危機的な状況になっていると認識しており、演奏者、愛好家を拡大させるための取り組みを一層進めていくとともに、邦楽器制作技術をこの際、選定保存技術として選定することを目指してまいりたいと思っております。文化芸術関係者の活動の継続再開に向けた支援については、本事業の延長について、当初予想をしていたよりもですね、新規コロナウイルスの影響が長引いたことを踏まえ、事業実施期間の延長を行いつつ、新規募集を11月25日から12月11日まで実施することとしております。より多くの方に本事業を活用いただけるように、150万円を上限とした計画変更を可能とするなど、改善を図っており、積極的に周知をしてまいりたいと思います。また先ほど経産省の方でもご答弁いただいた J ロットライブなどの事業も行われておりますので、こういった事業と連動した取り組みが行われることを念頭に、必要な情報提供を引き続きしっかりと行うなど、経済産業省とも連携をしながら、幅広く文化芸術関係者への支援を行ってまいりたいと思います。福島智子君。ぜひともピンチをチャンスにしっかりと取り組んでいただきたいと、お願いをさせていただきたいと思います。で今回のこの文化芸術活動への緊急総合支援パッケージ、約560億というのを確保させていただいたところでございます。で私も公明党の文化芸術振興会議の議長として、10回以上、現場から お声を、会議を開いて、開催をして お声を伺ってまいりました。でもなかなか皆さんの手元に届いていない、これは5月の22日、もう最後の日に私も夜から財務省との接種を始めて、夜中、もう徹夜で接種をしました。そこでやっと500億という1000億の年間予算の中の500億、文化の方に回していただくことができましたけれども、実は大変問題が起きております。今バレエ関係の人を一つ例に挙げさせていただきますと、ジャパンバレエ復興ガラというのを想定をしてやっていこうされておりました。で、7月からずっとこれに取り組んでこられましたけれども、これができないと、採択ができなかったということと、また次に募集をするということで、バレエ団がいくつも集まって、みんな話し合って、このコロナ禍を乗り越えていこう、今、会議を開いていたところでございますけれども、これを11月にやる予定だったができない、じゃあ1月に延ばそう、1月に延ばしたんですけれども、今回、この次の公募さん、いまだに募集もかかっていないということで、舞台芸術というのはバレエに限らず、練習期間があります。
今日決まった、今日募集を出した、今日採択された、じゃあ1週間後、2週間後にやろう、できません、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月はかかるものです。なので、しっかりと早くに公募をしていただいて、早くに採択をしていただかなければ、みんなが練習ができない、舞台ができないということになってきます。で、ここではもう皆さん、7月からずっと実現しようと頑張ってきたけれども、できなくなったと、もう本当に甚だ残念で、もう悔しい思いでいっぱいだという、これはバレエ関係だけではありません、たくさんの団体からこういうお声をいただいているところでございます。で、そこで私は今日通告はしておりませんけれども、新しく矢野次長が新次長になりました、で新次長にもいろいろ会議にも お出ましいただいているところでございますけれども、この間も文化芸術振興会議の中で、皆さんが文化庁の説明の後顔を真っ赤にしながら、何度も聞いてる、何度も言っている、いつ実行してくれるのかというお声もあります、もう今、文化団体は、先ほどの J ロットライブがなければ、本当にみんな潰れます、なので、しっかりと新次長としての決意を述べていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。矢野次長。お答え申し上げます。委員におかれましては、いつも文化芸術のためにですね、ご尽力いただきおりますこと、改めて御礼申し上げたいと思います。本件文化芸術継続支援事業につきましては、ご指摘のとおり、まさにフリーランスの皆さん、文化芸術団体の皆さんのですね、再開継続を支援するという非常に重要な役割を担っているものでございますので、先ほどスピード感という話もございましたが、さらに分かりやすくですね、しっかりとこの制度の改善の内容等、例えばそのある程度のまとまった規模の支援ができるということなどをですね、しっかりと伝えていきたいというふうに考えておりますので、今後ともご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。浮島智子君。今スピード感とおっしゃいましたけれども、スピード感は全くありません。だから何回も言っているんです。だから私もこの間の会議で申し上げさせていただきましたけれども、文化庁は文化芸術団体を救う、これで緊急支援パッケージをやったんではなくて、救わないためにやったんではないか、そういうふうに思っているくらいでございます。原資目の前にあるんです。緊急の支援で潰さないということで継続をしていただくために取った予算なので、しっかりと上から目線なんですね、申し訳ないですけど、いつも上から目線、文化団体の方々は本当にかわいそうです。当事者の目線に立って、しっかりと、今もう申し上げさせていただきましたけれども、申請がいついつ、そして採択がいついつって言っても、その間の練習期間等々、劇場を確保する時間等々があります。なので、それをしっかりと踏まえながら、文化庁は仕事をしていただきたいと、再度お願いをさせていただきたいと思います。そしてちょっと時間がなくなってきてしまいましたので、最後というか、もう一点文化芸術のことについて、これは要望をさせていただきたいと思いますけれども、税制改正です。で、今回、このコロナ禍において、能楽堂、これは毎回毎回税制改正やらせていただいておりますけれども、これをしっかりと高級化にしていただきたいということと、で、今回、このコロナ禍において、民間の美術館等々も大変な思いをされております。なので今回、新規で税制改正の中に盛り込んでいただきましたけれども、民間の法人が所有する文化施設に関わる土地建物の課税のあり方の見直し、この固定資産税等でございますけれども、ここもしっかりと文化を守っていくという観点から、しっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。あともう時間が来てしまいましたので、一点だけ大臣にお願いをさせていただきたいのは、昨日も30以下学級の実現の教員の23団体、にも大臣もご出席いただきました。私も出席させていただきました。で、また我が党公明党には全国市長会からも昨日この少人数学級の実現ということで要望もいただいたところでございますけれども、先ほども石川議員の方にもお答えがあったところでございますけれども、この30人以下学級、ここをしっかりとやっていただきたい、再度大臣の決意をお伺いして私の質問を終わりたいと思います。萩生田大臣。まず文化の件についてちょっと触れさせていただきます。先生から厳しいご指摘いただいて、私もその通りだということで現場にも指示を続けてきました。率直に申し上げて、文化庁の年間予算が1000億560億って持ったことないお金持っちゃったもんですから、ものすごく丁寧に申請に合わせてスタートしたっていうのが正直なところだったんですけど、
目的は何かといったら、困っている文化団体を救わなきゃいけないわけですから、これは直ちにですね、輸血をしなかったらみんな倒れちゃうわけですから、例えばですね、担当などはその不正申請があっちゃいかんということを言うんです。それは何の公費はみんな同じです。だけど私、逆に今回、これだけ団体の皆さんとの接点ができたんで、例えば過去に講演実績がない架空の団体なんか出てくれば、仲間の皆さんに聞けば分かりますよ、こんな団体ないっつって。ですから、まずはですね、信頼をして、しっかりその輸血をするってことを先にやって、万が一ですよ、万が一不届き者がいたら、それはね、文化団体みんなでこれ、締め上げるぐらいの、そういう仕組みを作っていただければいいんじゃないかってことで、残されました予算、しっかり申請に合わせて、直ちにお手元に届くように努力したいと思いますので、引き続きのご支援をお願いしたいと思います。少人数学級、この機会にですね、しっかり与党の先生方とも相談をしながらですね、子どもたちの学びにしっかり貢献できる、そういう学校の形っていうのを作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。岸島智子君。ありがとうございました。ぜひ先頭に立ってよろしくお願いいたします。終わります。次に。